はい、皆さんこんにちは。ジュラシカダライブ、今日は限定 DNA トーナメントということでやっていきたいと思うんですが、まあ、今回ですね、ハイブリッド種限定でレア、エピック、ユニークが出せるということで、ブーストありですね、26固定ではないということになりますね。ということでこんなメンツにしてみました。まあ、レギュラーで出しているスタメンの人プラス、まあ、レベルが高いものというとこんな感じになるんかなと思ってますね。あと一つゴルゴスクスにするかプロミにするか悩んだんですけど、まあ、スピードで勝った方が有利なので、まあ、プロミを入れましたということですね。まあ、あとはそれ以外にもですね、まあ、スクーナとかですね、血オリオンも24なのでこの辺出してもいいんですけど、やっぱ24ぐらいだとちょっときついかなということでプロミを選びましたが、まあ、血オリオンの方でもいいかもしれないですね。どっちがいいのかな。ケツオリオンの方がスピードが速いから130あってうまくいく可能性もあるからこっちにしといた方がいいかな。はい、ということでモノライノですね。まあ交代打球持ってるんですけど、まあ、21ぐらいのスピードだったらそんなに多分速くならないので、まあこんなもんでいいかな。はい、ではこれでちょっとやっていきましょうかね。はい、いつものようにですね、まあ、とりあえず10個倒すまで頑張りましょうということで、10個倒れた後は、負けるまで終われませんということでいきたいと思うんですが、まあ、今回もですね、まあ、そんなに強いメンツを揃えていないので、じゃあコントでかいですかね。はい、このメンツもきついね。まあ、これは、はい、マキシマから出していって、はい、どのぐらい崩せるかという戦いになりそうですね。ソロドロとか来ましたね。はい、ではまずはスピードを落としていく。まあ、ただ向こうね、もう一回次打ってくるので、さあそれに対してどう処理するかということが、はい、課題ですね。あ、結構落とせたね。これだけ落とせたら、はい、おそらくここで、はい、あ、向こうはあれだな、狙ったな、無敵化を狙ってきたんでしょうけど、逆にこっちの手の形でしたね。はい、エリコスフィックス、はい、これは、はい、またスピード落とすのを打てればいいんですけど打てないので、おそらくね、はい、そうですね、リベンジ打ってくるので、この1ターン耐えることができればいいかなという気はするんですけど、これで削っておいて、ただ次のターンでやられちゃうので、これって継続ダメージ効くのか効かないのか。はい、ここはでも変えていった方がいいのかな。はい、スコルピウスレックスに変えて継続ダメージは効かないんだけど、これかなりね、はい、スピードも上げておけば、はい、回避もかかってるのでこれに変えられるのかなと思うんですけど、ここで、はい、一発打っておけば OK でしょう。さあどうするかな、ボルタシコルかな。さあここ勝負ですけど、はい、ここ1個取っておけば大きいですね。はい、次のターン、はい、こちらスピード上がっているので、エンクローランに行きます。ここで、はい、なるほどね、とにかく削っておいた方がいいんじゃないかなと思います。削れるだけ削っておきましょう。まあ、エンテロラニアも初めてですね、ワトルさんはね。はい、これ強靭ダウンに削っておくので結構きついと思うんですけど、そこをさえ落とされなければ、はい、いいと思いますが、さあここでどうしようかな。はい、もったいないので交代しましょうね。はい、マキシマはちょっと犠牲にします。はい、これは、はい、前提を持ってないので次のターンですね。はい、こっち側が、はい、先に出すことができれば、はい、継続ダメージは効くかなと思います。継続ダメージを打っていけばいいと思います。これで向こうがね、まあ、しかもスタンドだったら勝ちだよね。はい、ということでですね、はい、これ良かったです。はい、まず合わせましたね。合わ
せ技でしたね。はい、では、はい、なんとか勝てましたので2戦目に来ましょう。うん、初めてのねエンテルラニア出てきましたけど、このねなぜかバトルはね当たる相手が弱い人がいるので本当に助かるんですけど、なんでですかね。もう一個のアカウントの方はですね結構強い人と当たるんですけど、これはラッキー続きです。あ、これはもうマキシマからしかないでしょう。さあここで、はい、またスピードが落とせる。あー、嫌な相手来たな。これ相手が悪いね。相手悪いんだけど、はい、これはスピード落としていかなきゃしょうがないので、まあ殺されると嫌いね。でもスピード落とさないとねきついんだよね。どっちにしろ強かったんで、はい、ここでね、うわー、そっか、損傷カウンター与えられるのか。そうするとやっぱり、しかもスピード落ちなかったね。なんか回避きた。うわー、これはきつい。しかもね、逃げれないからね。ここで削るだけ削っていくしかないんだけど、これで継続ダメージ打たれると本当にきつい。さあこうなると継続ダメージが打てないのを出していくしかないので、はい、カブドミナツしかないでしょう。はい、ここもねリベンジクローク行くしかないですね。これクローク外せるんだっけ。結構当たるんだよね、この精密強度を買って。これだけ当たってしまったらもうね本当にどうしようもないですよね。困ったな、これ無理だな。これ強い、これは強いね。さあこれどうする。これ無理だね、どう考えても。これは無理。はい、こっち側が逆に立てていくしかないんですが、こっちは1回ね、1ターン、ここで復活を打てるんで、復活を打っていくしかないんですけど、さあ、そうは言っても、これだけ体力削られちゃうので、決意ですね。これはきつい。いやー、当たるね、この精密強防カって。これすごいね。この精密強防が本当にクロークとかでもね、結構当たりますね。まあ、向こうも知りましたけど。まあ、最後のちょっとね、はい、なんとか1個倒したということで、1個倒せるだけでも大きいですよね。はい、そうだね、1個倒せる目的でやってたんだもんね。勝たなくていいんだもんね。はい、では、はい、これで4体になりました。またやっていきましょう。さあね、継続ダメージ対決が今回結構あるので、そこをどう見るかっていうのがありますよね。ああ、向こうはね、カモになりました。はい、カモになりました。これ出されると向こうは嫌です。これされるのが一番嫌。はい、ここでもうこっち側はとにかく耐えていけばいいでしょう。さあ、スピードとされますが、向こうが次どうするかだね。体力奪われてくるので、強靭打撃を打つ余裕があるかどうか、1580。はい、逆にそれを打つ余裕があってくれれば、はい、即時妨害打って、はい、ここに耐えておけば、はい、向こうの体力は奪われてくるので、これでいいと思います。さあ、ここまで削っておけば、変えていってもいいんじゃないかなと思いますね。向こうも変えてくれる。こっち側も変えていきます。これスタンド妨害ってなるのか。これすげえな。なるほどね、2回打てるんだね。さあこれで、はい、ますます雲行きが怪しくなってきましたので、はい、ここはクローク対策しかないのかな。さあこれクロークが効くかどうか。はい、あ、しかも向こう先制持ってるの強え。これだけだったらさすがに無理なので、ここ
筐体のなんか持ってんじゃなかったかな。そうだよね、強いねこれ、これ強いね、これで、ね、はい、これはこれはやばいっす。とにかく、はい、1個倒していきましょうか。はい、向こうこれ継続ダメージで、しかも逃げるんじゃない、これきついな、これきつい、これはきついぞ。はい、スピードを落とすことできたけど、こっち側の体力を奪われるので、とにかく1個倒せばですね、はい、あーここでまたこれ2だな、きっつ、つえ、つえな、ホルレックス。これね、今ねちょうどやってるじゃないですか、今ちょうどねこのトーナメント、あのシーズンだと思うんだけど、こいつをねやっぱりね作りたいですよね。あのフォルサウラー好きとしてはですね、さらにその上を行ってるこのホルレックスはねやばいっすよね。はい、ということですね、なんと3盾食らっちゃいましたので、全然ポイント稼げなかったんで、はい、やっていきましょう。さあこれねメンツが難しいけど、先手が取れるかどうかにかかってますが、先手が取れれば、はい、無敵化も張れるし、いろいろできそうですが、さあ、アンドラニア、これ打って継続ダメージ効くよね。ここは、それ打っていった方がいいんじゃないかな。体力面的にも、はい、これ打っていかれた方がいいと思います。さあ、これに対して、向こうが、はい、強靭な剣はまだ打てないので、はい、1倍打ってくるんじゃないかな。そうですね、はい、これなんとか耐えとけば、はい、これ打たれると嫌でしょう。しかし時間はかからない、時間はかからないけど、はい、これで一発やられる可能性がある。なんとか耐えとけば、はい、なんとか耐えとけば体力を奪っていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、ここはもうとにかく攻めましょう。はい、攻めていきますが、これでやってもまだねこっちの方がスピードが速いんで、さあここで、はい、削るだけ削っていってもいいんだけど、どうしようかな、はい、向かいましょうか。強靭打撃を打ってくる気がするんだよな。強靭打撃を打ってこられると、はい、効かないんだけど、もう一回、そうですね、もう一回ここで、はい、継続ダメージを与えていけばいいんじゃないかなと思いますね。とにかくね、1体倒せばいいんで、はい、削るだけ削っていった方がいいと思います。はい、これで削るね、はい、OK、OK、はい、とにかくね、1個ずつ確実に倒していきましょう。はい、これきつい、これはきつい、これはもうどうしようもない、どうしようもないですね。はい、もう逆転できないですね、交代できないですね。さあここで、はい、どうするかなんだけど、はい、難しいな、難しいな。はい、とにかくトリックを当ててカウンターを当てていくしかないのかな。なんとか1段耐えてカウンターを当てていくしかないんですよ。さあここまで削れれば OK かなっていう気はします。はい、まあこれでなんとかいいですね、まあ、回避攻撃を打ってこなかったら、向こうの方がね、なんとか1ターン耐えれれば一度逆転していけるんだけど、回避攻撃ね、はい、回避が向こうの動きで打ってくれたら速攻じゃないか。はい、もうこのメンツだともう勝てないので、はい、1ターン耐えて向こうが次3.38打ってくるので、あ、当たっちゃったね。はい、
ということでね、強い人と当たってきましたよ。これは結構きつい戦いになりそうですね。今回は弱い人と当ててくれないみたいですね。さあ5体倒しましたが、なるほど、これは難しいけど、どうしようかな。とりあえず血を出して様子見ますか。うわー、送るか。はい、どうしようかな。はい、とりあえず崩しておいて1発耐えれるか。なんとか耐えれた。ここで向こうが、はい、1371しか打てないので、はい、ここでね先制打ってくる可能性があるんだけど、はい、これも耐えられれば、あ、クリティカル出た、危ねえ。なんとか耐えれれば1つ取れました。はい、これはねちょっと弱い人と当たってる気がする、今のレベル見るとね。なんだけどさすがに、はい、ちょっとメンツが良くない。はい、ということでどうしようかな。22なんでね、これ勝たなきゃいけない相手だと思うんで頑張らなきゃいけないんですけど、さあここでなんとか1段耐えて当たるしね。はい、ここでスピード落としていきましょう。うわ、やだ。はい、スピード落としていけばいいと思います。さえ落とせば次のターンで倒せます。よし、危ない、危ないね。よし、なんとか2勝しました。さあまた早いの来た、また早いの来た。さあここで、はい、そうですね、はい、マキシクマとか出しておきましょうか。はい、まあ、とにかく体力あるやつで1ターン耐えて、はい、ここで、はい、ここでとにかく次のターンのスピードを落としていきましょう。クローク打ってくる可能性もある。はい、いやいや、リフトがしないですよ、このぐらいのレベルじゃね、このぐらいのレベルじゃリフトもしないですよね。さあここでクローク打ってきても大丈夫になりました。はい、いやこれはね弱い相手で助かりましたね。はい、クローカー効かないんです。クローカー効かないんです。はい、まあまあね、向こうは前線したんでしょうけどね、まあどうしようもないですね。はい、ということで勝つことができましたので、はい、次に行きましょう。さあこれでなんとか8体、はい、ということで次ね、はい、1体倒すことを目標にしますが、まああわよくば2体倒せれば終了ということですね。はい、まあまあ頑張っていきましょう。さあ、なるほどね、このメンツも、このメンツもきついな。はい、スコタトルで、はい、どのぐらいいけるか、先手は取れると思うんですけど、はい、相手が継続ダメージが効く相手であると助かります。はい、効かない相手だったとしても、まあいろいろね、スコタトルはね万能なんでいろいろできそうですが、はい、スコタトルで1体倒すことができれば勝利は見えてくるかなと思います。しかもこれレベル2、どうしようかな、ちょっともったいないので、はい、変えます。はい、おそらくね、ケースダメージ打ってくると思うんで、あ、打ってこない、スピード落としてくるっていう点が出ました。なるほど、これはあれですね、継続ダメージを防げるということを考えて、これはレベル19だから、なんとかこれ、勝っていかなきゃいけないやつだと思いますけど。さあ向こうは徐々に攻めてくるのかな。
さあこれで向こうは1300しか打てねえよ。きついね。レベル19ってきついね。はい、なんとかこれまた弱い人と当たったみたいですね。もしかしたらバグってくる。一番左しか打てない。はい、ということで、いやこれはですねちょっとラッキーですけど、あと1個になりましたが、ちょっと弱い人と当たってますね。レベル19とか出てくるようであればかなりロードできそうですけど、なるほどね。はい、これは1回で倒せるんじゃない？倒せない、はい、まあまあここはちょっとこいつね厄介なんで、はい、削るだけ削っときたいと思います。シールドも破れちゃうしね。鉄折りだからって引っ込められないんで、はい、なんとか耐えて、はい、削っておけばいいと思います。これで倒してくる。あ、倒せない。あ、なんとこっちが先手が取れちゃった。ここを、あ、スピード落としてたのがどうかもね。これ向こうは即時妨害だよ。即時妨害打ってもいいと思うんだけど、打たないな。なんで、はい、ということでレベル39 HP39 で、はい、2勝してます。さあこれはね相当弱いので勝たなきゃいけない相手ではあるんですけど、クロミーよりこっちが早いのか。これ回避打たないと。回避打って、回避打ってください。回避もしくは即時妨害。諦めた。はい、ということでですね、なんと鉄折り込みで勝ちましたね。はい、ということで10体倒しましたが、なかなかいい勝ち方をしたので、さあここから延長戦に入りますよ。さあここからは、はい、負けるまで終われませんということで行っていきたいと思うんですけど、さあそうは言ってもねなかなか相手強いので、はい、慎重に行きましょうかね。なるほど、これはソロドロ。はい、ソロドロは先手取れる確率が高いです。はい、同じソロドロでもこっちの方が早いです。はい、1ターン耐えれれば次こっちが先制打てるので、先制で倒しちゃうんだね。はい、 OKOK。 さあこれで1個取れば、はい、次のターン先手を取れる確率は高いと思うんですが、はい、これやばいね、これやばいね。はい、一発で倒すことができたら手がつけられないソロドロさんですけど、さあこれより範囲のは出せないんだろうな。はい、これはやばい、これはやばい。どうしようもないね。はい、ということで快勝でしたね。いやーソロドロ強い。はい、ということでですね、これでなんとか倒していけましたので、はい、延長戦突入です。延長戦突入してたか。延長戦突入1勝しましたので、はい、また延長したいと思います。さあまた見ていきましょう。なるほど、これは牧島から行くという手になりそうですけど、さあここで継続ダメージのやつが来ると嫌です。さあインダブ来る。はい、これもねスピード落としていくということになるでしょう。しかしインドラプトルもこの第1世代の方ですね、これ132だから若干これブースト入れてるね。インダブ使う人いるんだね。しかしね、はい、ここまで削られるときついっすよね。これ強靭大器と倒しちゃうからね、もう回避打ってもねダメだもんね。あー、嫌なやつ来た、嫌なやつ来た。
はい、これはねちょっと2回で倒していかなきゃいけないと思うんですけど、はい、これ継続ダメージ始まっちゃうので、はい、次の1ターンでは耐えれるかな、3ターンにはまた耐えれるけど、ここでなんとか耐えて、はい、1回打って回避外して、とにかく倒して自分も死ぬと、自分も死んじゃうけど、これでいいんじゃないの、耐えた、なんとか耐えたね、なんとか耐えたけど、さあ耐えれたら逆に交代タイミングがミソとなりそうですね。はい、なんとか耐えれた。そうですね、トーナメントでは結構大きいですね、今ね。はい、桜打ってきました。はい、ダメージ軽減を打っていくので、これは意味ないんですけど、こいつあれじゃなかったっけな、継続ダメージ効くでしょ。はい、ただ復活持ってるんでね、なんだかんだで復活ってくる可能性があるんですけど、はい、全然 OK です。何回打たれても、はい、何回も崩していきますよ。はい、何回打っても崩していきますよ。ね、はい、ここまで崩せれば、はい、OK ですね。はい、次の1ターン耐えれるので、この1ターン耐えれれば、はい、倒せると思います。はい、 OK ですね。はい、ということで2個取りましたので、だいぶ有利になりました。ひらこたと対決だけど、こっちの方が早いと思うので、ここで継続ダメージ打たれるとつらい。さあ、ここで継続ダメージに対して回避を打ってくる余裕がある方であればいいですね。これそのままね、ガチで当たったらダメですよ。こっち下がれるんで。さあ、ここで向こうが体力奪われていってる間に、はい、アルビドミナス出していけばいいんじゃないでしょうか。はい、とりあえず1倍打ってるんですけど、もう交代するしかない。交代しない。はい、ということで勝てましたね。まあまあ、これもね、ちょっと弱い相手でしたね。はい、まあまあ、勝てて当然という気はしますが。さあ、ということで、なんと、延長が続いております。延長が続いております。さあ、またやっていきたいと思います。はい、ではメンツを見てみましょう。うわー、こう、うわー、またきついな。これはですね、はい、とりあえずスコタトル出して1個まず、あ、いいですね、1個取りに行きましょう。しかもこっちが早いんじゃない。はい、ここでね、戦場打ってくる可能性があるので、はい、それを見越して、はい、向こうが打ってくる、おそらく戦場打ってくるでしょう。そうですね、これで戦場を打たせておいて、こっちが継続ダメージを与えます。はい、ますね。はい、攻撃に対して、はい、倒されちゃうんだけど、はい、相手も体力奪われてれば、OK です。はい、これね、イーブンに持ち込めただけでも全然 OK ですね。はい、ということで、これ一応負けたことになるので、もしかしてエルドミナスのリベンジは使えるのか。これは何ですか。あ、しかも両方来たね、両方来た。しかも向こうは、はい、あ、向こうクローク打ってこないな、なんで。うわ、結構当たったな。さあ、ここで向こうは打ってくるのかな、ここでクローク打ってくるのかな、もう一回、もう一回、あ、ここでクローク打ってくる。なるほど。さあ、当てるんだ。よし。13,672。今のは失敗だろう。自分の方が弱いっていう可能性があるんだから、絶対打たなきゃいけないだろう。うわ、なんだ？こんなの打てるの？はい。さあ、これは、はい、1ターン耐えれると思うので、
もう一回クローク打っててもいいけどね。はい、入れれば OK です。これ何エイリアンスクス137の、すげえな。はい、ちょっとここは勝てるんですけど、はい、ちょっと嫌なやつなんで、はい、なんとかここを崩していきましょう。さあ、ここで、はい、次の攻撃に対してどうしようかな。シールド張ってくるかな。張ってない。うん、なるほどね。はい、これでもね、逆にね、今の手はね、悪ですよ。ああ、ここで変えてくる。なるほど、これを打てちゃうと1857倒せるのか、もしかして。はい、ここは、はい、犠牲にしましょう。フルルミナスを犠牲にします。さあ、こうなるとね、はい、22になったんだけど、ここでマキシマを出します。はい、詰んだって感じですね。はい、5104の 2倍を出したとしても詰んだって感じですね。6380、はい、こんなにね、打っても耐えられるマキシマは強いね。ソロドを倒しましたね。ということで、これ結構ね、危ない戦いでしたけど、まあまあ、ブースれてる相手だったの、これさっきと同じ人ですね。はい、勝つことできましたね。意外にこう、ちょっとなんか、マニアックな人ですね。エーニアスクスとかをまだね、レベル30まで上げてましたからね。はい、ということで、また延長戦突入です。さあ、どんどんやっていきましょう。続いては、なるほど。これは、はい、スコタトルからまた流していく形になるでしょう。さあ、これは、向こうスピード落としてくるんじゃないかな。まずスピード落としてくるんじゃないかなと思うんで、あ、点差ってくる。ほほう、なるほど。点差打ってくるか。そっか。なるほどね。どうしようかな、ここ耐えとけば自分も死んじゃうんじゃないんかな。これ復活やってくる。そう、なるほど。あんまり意味ないと思うんですよね。あんまり意味ないと思うんですが、はい、でもね、これね、今のね、痛いですよ。今のしたことによって一番手に継続ダメージが復活しちゃったので、これされるとね、結局これで向こうが倒したとしても体力奪われちゃうので、さあ、次のターンが有利になります。はい、これもね、これより早いのを余裕で出せちゃうから、はい、そうくるか。はい、まあまあいいでしょう。はい、ここでスピードを上げたのにスピードが逆転した。はい、次のターンでここちょっと勝負なんだけど、もう目いっぱい打っときます。これどっちにしろ、これね、負担かかる可能性もあるんで、あ、かかるね。かかったらこっちね、かなり体力奪えちゃうんで、はい、次の1ターンで倒せちゃうんですよ。1500だと倒せない。はい、ここ勝負ですね。なんとかこれクリティカルが出ないことを祈る。なんとか耐えれればこれで倒せるんじゃない。あ、倒せないか。若干残ったね。まあまあいいでしょう。はい、全然いいでしょう。はい、ここは無理しません。無理しないで、はい、1倍で打っていきますが、逆にそれくる。
逆にそれ来るときついんじゃない？これでスタンかかってくれると死んじゃうよ。はい、しかもこっち先手取ってるからどうするんだ。それ使ったとしてもきつくない？さあこのような展開になって2-2になると、さあどうする？それ無理だろう。なるほど、なるほどね。まあなんていうかな、頑張って前線してる感じだけど、まあしょうがないよね。まあなんか無駄な抵抗してるけど、もう 何しても無駄なのに、まあまあ頑張ってって感じですね。はい、ということで勝てましたね。さあさあさあ、時間もったいないから無駄な抵抗しないでよと思うんだけど。はい、では、はい、またバトル行きましょう。延長続きますね。さあ続いてまた相手見ていきたいと思いますが、さあどうでしょうか。はい、なるほど、これまたきついな。これきついけど、鉄を伸ばして、ああそうくる、そうくる。はい、これはもうねしょうがない。はい、早いの出せないんだからしょうがないね。はい、ということでこれはもうねやられておいた方がいいでしょう。さあなんとかね2つ体制で倒していくしかない感じになってきましたが、さあここはどうしようかな。マキシマを出して、今牽制使ったので次2倍打ってくると思うんですよね。はい、牽制打てないので逆にここで倒せるんじゃないかな。まあ向こうそうですね、2倍打つしかないんで、これで倒していけばとりあえず1個取れたということでいいと思います。さあここで継続ダメージを与えるようなやつを出してくるんじゃないかと思われるんですけど、まあ、ここが見ものですね。ソロドロか。はい、ここは、はい、削るだけ削っておきます。削るだけ削ってスコールユースにしたいと思うんですけど、はい、いいですね。ここまで削れれば、はい、おそらく向こうはね次先制打ってこないと思うんですけど、はい、打ってきたとしてもこっちがスピードで勝っています。はい、ここに2倍なんか使ってもったいないことしないと。はい、ここで、はい、ちょっと残念ながら1倍じゃ倒しきれなかったんでもったいないけどね。さあこれ打たれると向こうはきついよ。まあまあそうね、これねスタンかからないからね、まあ、打てるだけ打つのはありなんですけどね。ただね、こっち側の方が強いですよ。スコルピウス出されると結構きついですね。さあどうするか。さあこれスピード上がってるからこれより早くは出せないと思うので、ヨーラーとか出してくるのかな。またきついね。これどっちが削れるんだ。どっちも削れる。ああ、そうくるか。ただね、結構効くんですよ。結構効いて、で次のターンで
ここで削られるとちょっと今の人の体力じゃきついと思うんですよね。これ102ですからね、きついと思うんですけど、これどうするんだろう。これ交代するんだろう、諦めるのか。一応交代する。あ、ここでスクーナー出す。うわー、もったいないね。これスクーナー出してもこれ2回受けちゃうから、これ減速カウンターで倒せないときついよ。はい、これ継続ダメージ効くでしょう。ね、はい、これでね、こっち側が仮に死んだとしても、はい、自分の体力奪われちゃって、はい、全然 OK だと思います。はい、そうですね。はい、ということで勝利なしということで勝利になりましたね。はい、ということで、はい、またね、延長していきましょう。さあ、続いて、はい、ね、なんだかんだでね、順調ですね。1回負けただけなのかな、もしかして1回負けましたっけ。 10回倒すまで2回ぐらい負けた気がするんですけど、その後はまあまあ順調ですね。またこのメンツきついな。はい、スコータトルで、あ、いいですね。さあ、ここはおそらく、あ、スピードが勝てなかった。これ速いね、148、148のやつにはスピード落としてるしかないでしょう。このスコータトルも速いんですよ、142で。はい、あ、いいですね。しかもね、1倍打ってきたので、はい、まずは成長しといてスピード落としていく。さあ、この展開に持ち込めれば向こうは回避を打ってくる可能性があるんだけど、はい、ここで、はい、戦場を打ってくるかな。まだ使えません。まだ使ってくる。はい、さあ、ここで、はい、どうしようかな。はい、トリコのカウンターで倒しましょうか。はい、どうなんだろうな。これで一応1個取ったけど、どうなんでしょう。この人のまだポテンシャルが見えないな。他のが強いのかな。おっと、初めてだな、これは。はい、ただこれきついんじゃない。牽制打ってもこっち、強靭だけ打てるので1ターン耐えれるから、カウンターと次の強靭、あ、これ効かない。これで結構崩せちゃうからきついと思うんだけどな。さあ、ここで、はい、なんとか1ターン耐えておきたいので。さあ、そうくる、そうくる。はい、無駄に終わったじゃないですか。はい、これもう一回強靭ですね。はい、ここでなんとか耐えて、はい、なんとか耐えて、はい、ここで、はい、回避を外しての強靭でとにかく勝てると。はい、まあまあこれもね、21が出てきてる時点で結構弱い人だと思うので、これは勝っていかなきゃいけないと思うんですが、さあ、これは、はい、いきなり2000クラスが来るので、はい、変えてきますよと。さあ、はい、穴開いてきましたね。はい、継続ダメージ打たれるよ。はい、普通にグループ減速打ってきたんで、もったいないよ。スピード落ちないしね。はい、ということでもう済みましたね。さあ、まああとはね、頑張ってくださいって感じですけど、さあ、これで
シールドも破れちゃいますよということなんですが、さあ交代してくるか。はい、さあここで、ああでもこのモフモフ久しぶりだな、モフモフさん。はい、さあこれで向こうロックかかってるから、はい、2回打てちゃうので済んでるじゃないですか。はい、ということですね、モフモフちゃんも倒しちゃいましたね。さあ なぜかね今回もまたあのメインアカウントよりもサブアカウントの方がですねバトルで勝ち進んでいますけど、なんかねあのこっちね当たる人弱いんですね、なぜかね本当に助かります。はい、ではやっていきましょう。またか、なるほど、はい、これまたスコタトルからいきます。スコタトル流しねいきますが、はいですね、カモ来ましたね。はい、カモ来ましたよ。うわー、レベル30なのにかわいそう、しかも9000もあるのに。はい、ここは削っていきます。これでもね結構強い人の可能性が高いですね、レベル30来てるんで。さあここで、はい、交代しましょう。これどっち出した方がいいかな、悩むな、こっち出しようか。おっと、向こうも交代だけを使ってくる、変えてくる。さあレベル30だ。はい、これスピン継続ダメージに対しての戦場を持っているので厄介なんだけど、これがね回避かかってるからあんまり当たらないよね。さあここでどっちにしろこれ打った方がいいんだよね。これスタンかかるのかな、これ洗浄してくるけど、はい、こっち側が先手取れていればそんなに怖くはないかなと思いますね。おっと、グリフォイスが出してくる。あ、戦場つかせたって感じでしょうね、きっとね。はい、うわ効くね。さあここでどうしようかな、ここは次の1ターンでは倒されないと思うので、もう1回、はい、これ打ってカウンターもらっておいて、はい、ここでシールドを破っていけばいいんじゃないかな。ここで復活打ってくる。あ、OKOK、これで回復を使わせておいて1ターンこれ耐えて、カウンターで耐えて、でここで交代してくるか。あー、そうくる。これはね、これは結構強い人と当たってます。レベル30で、はい、今のねパターン見てもかなり強い人と当たってそうなんで、はい、ここは本気でやらなきゃいけない感じになってきましたが、はい、まだこっからやばいっすよ。さあこっからやばいっすよ。さあどうするかな、インドラプトル来るか。なるほどね。はい、これってスタン耐性持ってるよね。はい、さあ当てていくんだ。さあ当てていくんだ。はい、なんとか耐えて当てていくんだ。さあここで、はい、交代しましょうか。さあどうするかな、これは強い相手と当たってますね。レベル150じゃないですか、これスピード何ですかそれ。さあここは、はい、スピード落としていきます。ここでなんとか耐えてスピード落としていきたいと思うんですけど、さあここで、はい、あ、グリポリスを犠牲にする。
なんとか2個取りましたが、いやこれはかなり接戦になりそうな展開ですけど、次のターンで1999か、詰んだね、詰みました、詰んだんだけど、どうかな、これより早いの出せないんだよな、これより早いの出せてればね勝てたんだけどね、これは勝てないですね。はい、ということで、これはかなり強いので、はい、これでねバトルは終わりということになりますね。はい、皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。